エバラ・刑事は、日本の男性作家、オペラ歌手。元新職でもある。渡辺エンターテインメント所属。キビ国際大学短期大学部客員教授、九州保健福祉大学客員教授、一般社団法人日本フィトセラピー協会顧問。自ら設立した、一般財団法人日本スピリチュアリズム、協会理事長、世界ヒーリング連盟元会員。 関西二機会会員。妻と二人の息子がいる。血液型 A 型。1964年12月22日、東京都墨田区の下町で、薬品会社に勤めるサラリーマンの第二子として誕生。7歳上の姉を持つ。1968年、4歳の時、父親を薬害で亡くし、15歳の時、 母親をガンで亡くす。中学生時代は、ギター部に所属していた。技術職に就くことを目指し、本郷高等学校デザイン科に進学。放課後は、アマチュア合唱団の練習に参加。1981年、高校2年の時、姉が嫁に行き、一人暮らしを始める。和光大学人文学部芸術学科に入学し、美術を専攻。彫刻や音楽を学ぶ。 大学の近くに移住する。18歳までは守られるという生前の母の言葉通りに、18歳になった頃から、心霊現象に悩まされ19歳で大学を退学する。警備員のアルバイトをする傍ら、エスカレートする一方の心霊現象を解いてもらうために、何十人もの名の知れた霊能者を渡り歩くも、解決できず、それまで霊能者たちに支払った。 高額な料金で貯金も底をつき、自殺まで考えるほど、精神的にも、金銭的にも追い詰められる。そして二十人目にして出会った日本、心霊科学協会の講師、寺坂妙子と江原は、運命的な出会いをする。寺坂から、学識高く霊的なものを健全に渾身に、説明され、また、陶芸の卓越したスピリチュアルな霊能力を見抜き、指摘するが、 エバラ自身は、幼少の頃から、スピリチュアルな能力は感じていたが、まだ半信半疑だった。自身の周囲で巻き起こる、心霊現象も、悪霊の仕業ではなく、エバラ自身の霊媒能力によるものが大きいと、説明され、以後、寺坂妙子に、大きな信頼を置く。人格や波長を高く保ち善機カルマを積めば、低級霊は寄ってこないと、アドバイスを受け。 自分の力をコントロールするため、主言道の修行を始める。一年間時で修行した後、高尾山での2年間の滝行により、表彙体質を克服。日本心霊科学協会の精神統一協会や寺坂の主催する清司霊会に通い、瞑想や本格的な心霊科学を学んでいく。滝行で知り合った男に、職業霊能者になる誘いを受ける。 心霊相談の部屋を提供されるも、お金を一切もらえず、極貧の生活に追い込まれる。そして人の悩みや迷いにつけ込んで高額な料金を、せしめとる霊子アドバイス屋にされていることに気づき、夜逃げ同然に逃げ出す。社会的に信頼されるようにきちんとした職業を、持つべきというテラ坂の勧めに従い、22歳の時、 新職の資格を得るため国学院大学の夜間部に入学。1987年、北沢八万宮に実習生として務める。経済的に苦しかったため、夜間の授業を終えた後、深夜に心霊相談を行うという過酷な生活を送る。国学院大学別科新党専修通類を修了し、新職の資格を得る。 心霊相談で知り合った人たちや昔からの友人たちによって東京、横浜に計3カ所スピリチュアリズムを学ぶサークルが作られ毎月講師として研修を行う。後に計3カ所合同の研修会を北沢八幡神社の広間で開催する。この頃、名古屋の医師の紹介で北海道の浦河町に建てた別荘の心霊現象に悩んでいた。 小説家、佐藤愛子の相談に乗る。シルバーバーチの霊君と出会い、これを読んだエバラは、次のような感想を述べている。自分が見出した心理が正しかったことが裏付けられ、これまでの自身の経験の意味を、改めて理解でき、感動した。エバラが、この本を読んだのは、寺坂が、エバラの両親を、真似きれいした時期に近い。 1989年3月、北沢八万宮を去り、近くの東京、下北沢のアパートで、心霊相談と、ヒーリングによるスピリチュアリズムの普及を目的として、スピリチュアリズム研究所を設立。寺坂妙子の、霊王者は拝屋の息を離れ、アカデミックなスピリチュアリズムを学び、その地位を築くべきとのアドバイスにより、 1990年2月、霊能者としての活動のヒントを求め、スピリチュアリズムの本場とされるイギリスに渡り学ぶ。ロンドンのミーディアムを育成する団体である、英国スピリチュアリスト協会を訪ね、ネラ・ジョーンズ、テリー・ゴードン、ドリス・コリンズなど、霊媒師として知られる人物たちと会い、理論、実践を学ぶ。中でも最も影響を受けたのは、ドリス・コリンズであり、 自身のスピリチュアルカウンセラーとしての活動はドリスを見本にしているという。都営中、ドリスにイギリスに住みたいと希望を伝えた際は、私と同じようにパイオニアとして日本で人々に真理を伝えて行きなさいと言われたという。以降1996年まで足掛け6年、計9回都営する。帰国後。 個人カウンセリングに、イギリスで学んだスピリチュアリズムの手法を取り入れる。イギリスで学んでいた時に、ある男性ミーディアムの名詞の肩書きであった、スピリチュアルカウンセラーという言葉を気に入る。霊能者という言葉には、現世利益を与える、他力本願的なイメージが強く、暗いイメージがあり、そのような拝ミ屋的な存在としての心霊相談と、同一視されたくないという思いもあり。 スピリチュアルカウンセラーと名乗るようになったという。エバラのカウンセリングスタイルは、一般的な日本の霊能者がするような相手の相談に応えていくという形ではなく、自身が霊的世界とコンタクトを取り、その人に関わる様々な情報及びメッセージを一方的に伝えていく、イギリスや欧米諸国で行われているシッティングという手法である。 依頼者自身にしか知り得ない事柄を語ることで、依頼者に霊的世界を証明し、その感動を通じて、霊的世界の真理を広めていくことを考えたという。また、拝み屋的な演出を廃し可愛らしいサロン風のカウンセリングルームで平服で、カウンセリングを行った。しかし、十数年カウンセリング活動を続ける中で、楽して、 成功を求めるようなスピリチュアリズムの真理に反した物質的価値観による相談や非常識なクレームをつける人が多く1年間に1000件に及ぶカウンセリングの中でもやって良かったと思えたのは10%にも満たなかったというそんな中で応急処置的なカウンセリングばかりに時間を割くより霊的な真理という人生の地図を普及させることの方がはるかに 人の助け、霊界の助けになると考え、個人カウンセリングを休止し、執筆活動や講演活動に重点を移した。寺坂を通じて知り合った佐藤愛子の助力でマスメディアに姿を現す。1992年、ファッション雑誌、キャンキャンの連載で取り上げられたことで、スピリチュアリズム研究所に予約が殺到する。 1993年5月、歌手のイルカの知人の紹介で知り合った女性と結婚し、千代田区の日枝神社で挙式。1994年、長男が誕生。自ら学んだスピリチュアリズムを本で伝えたかったが、無名ゆえに引き受けてくれる出版社がなかったため、名前を知ってもらうためと、マスメディアに登場する霊能者は、極物があまりにも多く、その話が、 心霊現象に偏っているため、人はなぜ生まれ、いかに生きるかを語る霊能者も必要だと考え、マスメディアに出ることにしたという。テレビ出演の際はスタジオに、ロウソクや柳の木を置いたり、地の下たるようなテロップやおどろおどろしい、再現ビデオなどを見せる、心霊番組特有の曲側の演出を不要だと、再三訴え、やめてもらうようにしたという。当初のテレビ出演時は、 守護霊を自身の体に憑依させ、その守護霊の口調でアドバイスを伝えていたが、後にアドバイスのみを伝えるようになっている。初期の辞書は当初2冊ともほとんど売れず、そのうち1冊は間もなく絶版となってしまった。ある人からの世間の人はいきなり理解するのは難しい世界だからもっと身近な具体例を挙げるべきとのアドバイスを受けて書いた3冊目の辞書。 幸運を引き寄せるスピリチュアルブックが70万部を超えるベストセラーとなった。2001年、カウンセラーの中森樹安から紹介を受けて、三笠書房より出版された。その後、エバラの存在が世間一般に広まり、エバラ刑事への世間一般の関心が高まるにつれて、当初は精神世界に関心を持つ人にのみ認知された、最初の著書。 人はなぜ生まれいかに生きるのかも、非常に高い評価を受けるようになり、たくさんの読者を獲得するに至る。2003年、テレビ東京の深夜バラエティ番組、えグラ海運動に毎週レギュラー出演し、2年間に、渡り女性視聴者に対して、人生相談を行う。同年6月より東京を皮切りに2004年5月まで、エバラ刑事スピリチュアルトークを全国で開催。 2005年4月からは、三輪明弘と共にスピリチュアルな視点から人生を解く、テレビ番組、オーラの泉に出演し、話題を呼ぶ。オーラの泉において、霊視して、部屋の中の様子を言い当てて、ゲストを驚かせ、番組を盛り上げるデモンストレーションは有名。2007年現在、著書の累計出版部数は900万部を超えており、ベストセラー作家としても世に知られている。 高原に批判的な側は、エバラのファン、信奉者を、やゆ的な意味合いを込めて、エハラーと呼ぶこともある。今後は、ルドルフ・シュタイナーのように、スピリチュアリズムをアカデミックな思想として確立させ、学校や教育など、いろんな方面に応用できるようにしたいという。また、将来はホスピスを作ることが、自分の夢だとしている。2009年度から、 キビ国際大学短期大学部にて客員教授としてスピリチュアリズム授業を行っている。2011年3月スピリチュアリズム研究所を発展させ一般財団法人日本スピリチュアリズム協会を設立する。30代半ばで武蔵野音楽大学パルナソスウェミネンスに入学し声楽を専攻する。菊地恵美、吉池道子。 ビットーリオテッラのおばらに支持し、どうかを終了した。もともと、サラリーマンだけはなるまいと考えており、芸術で生きていくことを考えていたという。スピリチュアルカウンセラーを始めた時の10年計画にも、歌を歌うことが入っていたという。歌詞に込められた言霊とメロディーに込められた音霊によって、豊かな感性を呼び戻してほしいとしており、スピリチュアリズムや、 霊能者に対する偏見を払拭したい思いもあるという。2003年からは自身の講演の中で歌を披露している。現在も定期的に声楽のレッスンに通っている。2000年、武蔵野音楽大学特集歌修了演奏会ではベルディ、ロッシーニを中心としたプログラムで優秀な成績を収めた。以後2001年には日本歌曲の夕べを開催。 2002年、ラストラーダイタリアへの道を、東京都渋谷区の音楽ホール、ムジカ・アッザで開催。2004年5月には、出版300万部突破を記念して、エバラ・ケージ・バリトン・リサイタルを、銀座の王子ホールにて行い、イタリア歌曲、オペラ、日本の歌曲を歌った。また、2004年12月には、デビューアルバム、スピリチュアル・ボイス、2006年3月には、 セカンドアルバム、スピリチュアルエナジーをリリース。2005年度より、三輪明広の提言により、スピリチュアルアーティストとしての活動を開始、2005年1月から3月まで全国各地で、エバラ刑事スピリチュアルボイス公演を行い、5月には、東京、渋谷公会堂で特別追加公演も開催した。ベルディ、ロッシーニ等のベルカントオペラを得意とし、 その他様々なコンサートリサイタル等に出演している。2007年9月から10月にかけて、4大都市で、西草茂明プロデュースの20周年、記念チャリティコンサートを行う。初めてオーケストラをバックにし、ソプラノ歌手、佐藤美恵子と共演した。在つかずを、イルカ、小崎アミラが出演し、デュエットも披露。2008年5月、 関西に機械第68回オペラ公演、セビリアの理髪氏に特別出演、フィオレルロ役を演じた。2009年5月には、関西に機械第70回オペラ公演、ラ・ボエームにて、ベノア及びアルチンドロ役を演じた。また、作詞家としてもイルカの、マルイチは、誰のものの作詞をイルカと共作であるが手がけている。 1998年から声楽を指導してきた、武蔵野音大の菊池栄美教授は、当初は技術的に素人のレベルだったが、確実に成長して、今では下手なプロよりも感動的に歌う。2010年12月の第9公演でも佐藤美恵子を相手に負けていなかった。一番の特徴は、声が柔らかく、人間的な温かみがあることと評価している。 光源本人は、スピリチュアルは生活のための適色で、歌は心を豊かにする天色と言っている。批判に対するエバラの主張自分は、生きている人のオーラが見える。自分は、幼い頃から霊的に敏感で、霊やエネルギーに感応しやすい、憑依体質である。自分は、4歳の時、父親の背後に黒いオーラが見えたため、近づくことができなかった。自分は、 父親の背後のオーラを見た数日後、父親が薬害で亡くなったので、父親の死を予知したと解釈した。自分は、小学生の頃、戦争中の服装の親子を見て、彼らと対話した。つまり、亡くなった人の霊を見た。自分は、心の目により人のオーラや前世を見たり、守護霊や亡くなった人の思いやメッセージを想像したり、する。 霊能力があることと高い人格であることは必ずしも比例しない。霊能力は必ずしも人を幸せしない。自分は霊界からの助言をもらえることは滅多にない。自分は一人の人間として葛藤を抱えており悩みや迷いもあり失敗や後悔もある。自分は人の部屋の様子を覗き見ることができる。投資能力自分は気が向けば地球を 宇宙から眺めて楽しむことができる。千里眼自分はごく普通の人間である。普通の人でも霊能力は10%ほどは持っている。霊能者でも霊能力を100%持つ人は一人もいない。霊能者は平均して50から60%ほどの霊能力を持つものであり、霊能力を80%持っていれば極めて優秀な霊能者である。 霊能者になりたいと思ったことは一度もない。寺坂や何人かの日本の霊能者から、霊界は霊能者になることを望んでいると伝えられる。しかし、その自信はなかったので、心霊相談という霊能者がするような役割をやめようと考えたこともある。国学院大学在学中に、ブラザーさんシスタームーンという映画を視聴し、 すべてを投げ打って真理に従った、アッシジのフランチェスコの生き方に感動した。そこで決心したのは、自分が,が、ガを持たず、霊界が望む通りに、スピリチュアリズムを広める霊界の道具になることである。霊能者は、様々な転職の中の一つに過ぎない、その仕事内容は、人に理解されないこともある。霊能者は、スピリチュアルな人生に目覚ましさせる技術者の一つである。 霊能者を、生き神様や、教祖として崇め立て祭るべきではない。ありがとうございます。